今日はもうパワーイズ、はい、ちょうどね、飲みにお付き合いいただく時間になってきましたけど、はいはいはい、どうもタンさん、なんかあれだ ね、仕事なんか激烈忙しいらしいじゃん。いやー、まあ忙しいっていうのかな。どうしやした、どうしやした、クリアできてる。いや なかなかさ、ちょっとやっぱりね、若手が思うように育たなくてね、うちはまあ工事、ちょっと特殊な工事をやる会社なんですけど、うん、まあ僕はあの現場監督っていう感じでずっとやってきたんですけど、うん、まあそんなのもあってね、なかなかあれなんだよね。まあ今のところここ最近まではね、あの現場のエースみたいな感じでね、うん、それあの心地よいポジションで仕事はできてたんだけど、ちょっとね、なんだろう、管理職的な仕事もしないと、うん、ちょっと厳しくなってきたなっていうところがあって、あれやこれやあの、まあ、神経もすり減らすし、うん、まあ、体も疲れますねっていうところですよね。年もついてきちゃってなんですけど、まあでも一番バリバリやんなきゃいけないな、まあ、年じゃないの、まあ、だって全部見てみたいな。だまあそうなんだけど、まあね、現場で忙しくしてる分にはね、なんかまあまあそのいろいろ面白いこともあったりするんでね、飽きやしないんですけど、まあやっぱ会社の全体のこととなると、やっぱストレスが下がるわね、やっぱりね。なんかね、ちょっとそのやっぱり現場監督やってる中でちょっと面白いなと思ったのが、なんかあのね、スーパーゼネコンとか、うん、大手ゼネコンとかっていうところの現場に入っていくと、うん、やっぱりね、それあの安全ルールとかなんとかっていうのが厳しいでしょ。そう、厳しい、うん、実はね。で、この間ちょっとあの若手の28歳ぐらいの親方を連れて、うん、あのその大手ゼネコンの現場に入っていった時に、はい、まあ、いきなりもう最初、うん、あの一番最初の朝礼の時に、うん、あの向こうから所長がツツツツって来て、はい、あのその若い職人さんがあのこうヘルメットの下にねタオルを巻いてたんで、ね、まあ汗とかね、うん、それを見て、あ、ごめん、あのうちそれダメなんだっつって取ってくれって言われて、でそれはさ、なぜかっていうと、あのそれをやってることによってヘルメットが脱げちゃったりとかするっていう危険性があるから、うん、それが社内的にダメになってんだなっていうのは、僕はそれはね、説明されなくてもすぐ分かった、うん、はいはいはい、で、ああそうでした、あ、すいません、分かりましたって言ったんだけど、うんうん、その28歳ぐらいのちょっとまだやんちゃっくれな親方が、うん、自分これないと気持ち悪いんですよね、なんですかって言ったんだよ。なるほど。なんでは言うんじゃないみたいな思うでしょ。はっとんすね。俺だったらもうこう眠らすけどね。まあ、なんですか、なんで、なんでは言うんじゃねえよ。まだちょっと世界、そうそうそう、世間にも生まれてないね。まあ、だからそれなんで、どっちってはさ、ね、中学生の言うことでしょ。ねえ、仕事やってたらなんではないんだ。なんでですかってすごいね。それをさ、あの同じぐらいの27、8歳ぐらいの他のね、あの職人さんにこういうことがあって、うん、あのその彼はさ、なんでって言うんだよってさ、いちいちなんで、なんですかみたいなこと言うんだよっていうさ、あの話をその同じぐらいの27、8歳ぐらいの世代の職人さんに言ったら、あの、あー、それ分かるっすつってさ、あの自分もあの社会に出た頃、二十歳ぐらいの時にすげえそれ言われたっす、なんでって言うなって、うん、あのでもそれってなんでなんですかねって言ってたそれってそれね、あの俺らの世代の特徴ないんですよゆとりより下だよね、まあ、分かんないけど、ゆとりが、まあ、ゆとりっていうのかよく分かんないんだけど、あの俺ら世代よく言われるんですよ、それ、なんでって言っちゃうんですよね、俺もそれすげえ最初すげえ言われたっすみたいなこと言ってて、ああ、なるほどなと思ってさ、これ僕らの世代はさ、なんでって言ったら発動されたじゃん、うん、まあ、だそこは問答無用なところあったけどね、ああ、とりあえず言われたらはいっつって、うん、自分で考えてもわからなかったら、うん、すいません、それどういうことですかね、うん、っていうのは聞くのは OK なんだけど、うん、いきなり言われてはいとも言わずに、なんですかなんでですかみたいな、なんで僕がやるんですかみたいな話っていうのは、それは NG でね、完全に、まあ、ね、まあ、うちの子供なんかはもうなんで禁止って育ててきたけどね、通用しねえよって、そのままで、だからそれさ、多分だからなんかな、それだやっぱりその目上の人に対するリスペクトとかさ、うん、とりあえずあの黙って
ていうことを聞けない。まず なんでそうなんだろう、あなるほどそういうことかって自分の中で咀嚼はしないんだよね、うん、聞くんだよ、うん、えなんでダメなんですかっつって、うん、いやいやまず自分で考えてみようよっていうそういうことだよね。うん、だそれもあるんだけど、僕はなんかそのね、最初からさ、あのなんだろう、この人が正しいことを言ってるっていうふうには思ってないんだな、うん、きっとなんだ、うん、それリスペクトの問題なんだよ。ああそれはね、でも最近の若い子ちょっと、まあ最近の若い子って言うとまた怒られるのか、でも若い子ね、うん、よく言われるけどね、そうだね、まずだからまあ疑われてるんだろうな、そうだそうだスキルを疑われてるんだよ、うん、なんですか、うん、いや僕のとは違いますねって、そう習ってませんけどよく言われるよ。だから母さんなんかはほら人育てなきゃいけない立場だから大変じゃん。そうだね、俺はだってもううるせえっつってもう付き合わなきゃいけないから、だからそのやっぱりそこはさ、あのとりあえずあの考えさせてみるとかっていうアプローチも大切なのかもしれないんだけど、まあ、あのそうだよね、頭から熱いみたいなこともダメなのかもしれないんだけど、いやだからだって今のさ中学生とか高校生とかの教育っていうのがまあ結構甘やかされてるし、ほら校則なんかにもすごくさ、いやその髪型の校則納得いかないですねとか、うん、その靴下の校則納得いかないですね、何でも噛みつくからね。だからさあの納得しなきゃできないみたいな話、あのねなお前さんが納得してるかしてねえかなんかどうでもいいんだよみたいな話は社会に出たっていう、そうそうそう、社会の理不尽を学校で学ばなきゃいけないのに、今学校では甘やかされて理不尽なものには戦えみたいなことを抗えって言われるのよ。何ですか。でそうすると社会に出た時に理不尽なこと飲み込まなきゃいけない体制ができてないから、なんでですかってなるわけな。それはなるわな。使いにくいってことでしょ。だからなんかそうだから、あの俺そのなんでですか問題にゼネコンの責任者に噛みついた時にえ正気かお前みたいな、なんでって言っちゃったってさなんでどっちって中学生みたいなさ、俺すげえ衝撃受けたんだわ。なるほどね、あ大変でしたね。あそう、あのなんでどっちってはダメだね、やっぱそうね、中ではね、そんなことを感じた次第でございます。最近のお仕事ですか。ここから先、うん、仕事はなかなか楽じゃねえなっていう、ね、いや本当もただの飲み動画になっちゃったよ。まあそうですね、はい、僕はまあ多分ね、うちのお仲間さんってこういう世代が多いから同じようなジレンマを抱えてて、でもね、また最近の若いのはよとか言うとまた若手から怒られるからね、板挟みの人多いと思います。俺気楽でいいな一人でそんな飲み動画でした。で同世代のお仲間さんコメント欄に冷やかしてください。よろしくお願いします。